いよいよセミファイナルを迎えます。もつれにもつれました覆面10番勝負、その第7戦の決着戦を迎えようとしております。 US ヘビー級タイトルマッチを迎えました日大高度、おなじみ白覆面の魔王ザ・デストロイヤー先に登場であります。相手のザ・スピリットはまだ顔を見せません。まだ顔を見せません。今花道に姿を現しました。肩を怒らせまして、ゆっくりとゆっくりとゆっくりと自信満々の表情でリングに登場してまいります。リングに登場してまいります。謎の回復面、根性の男、闘志の男、ザ・スピリット今登場してまいりました。US ヘビー級タイトルマッチを迎えまして、試合前に日本テレビから両選手レフリーに花束が贈られます。7月9日の大阪府立体育会館で行われました第7戦、テレビでもお伝えしましたように決着の3本目の判定をめぐりまして、 US ヘビー級タイトルのチャンピオンベルトはウィットネスに預けられております。その再戦を迎えました。ウィットネスが預かっておりました黄金のチャンピオンベルトを両選手に見せました。超満員のお客様にもこの黄金のチャンピオンベルトを見せております。さあこれからボディチェックが行われます。この前の試合で、結果的にはザ・デストロイヤーが勝ったんですが、ベルトはもう欲しくないということでしたね。そうですね。 PWF のウィットネスによりまして今認定書が読み上げられました。いよいよ両選手の紹介であります。本日のダブルメイベント第1試合、US ヘビー級タイトルマッチ並びに覆面世界一決定戦3戦、60分3本勝負、赤コーナー260パウンドザ・スピリット、青コーナー240パウンドザ・デストロイヤー。さあ山田さん、いよいよ日大の決着戦が始まろうとしておりますけれども、山田さん、まずちょっと気になるのは大阪大会と同じレフリーがジェリー・マードックさんですね。そうですね、まあ、大阪大会の時に結局最終的にですね、ザ・スピリットがロープを使用して2人のために行ったということが、はい、揉めたですね原因になって結局判定が覆りましたね。まあ、あの場合ね、しかし私も取材をしてたんですけれども、ちょっとレフリーのあの位置からは完全に死角になって見えなかったですね。ただ結果的にミスジャッジであることだけは間違いない。そうですね、はい、今夜もその時のレフリージェリー・マードックがレフリーを務めております。大阪でのお話をもう一度再現してみますと、1対1で迎えました3本目の勝負、ザ・スピリットが乱戦の一瞬の隙をつきまして一気にエビ固めに決めて勝利を一旦は握ったんでありますが、 PWF のウィットネスや日本陣営のセコンド陣からレフリーの判定にクレームがつきまして、ジェリー・マードックレフリーはミスジャッジを認めまして判定を覆したわけでございます。まあ、山田さん、一度は、まあ、ザ・スピリットは勝利を握ってしかもチャンピオンベルトをも一度は手にしたわけですから、その怒りの気持ちは分かりますね。そうですね、まあ、それだけにね、その因縁の根は深いわけですね、はい。まあ、男らしいザ・デストロイヤーもそういった、勝ち方では気に入らないということで強く再戦を申し入れまして今夜今実現したわけでございます。まあ、いろいろそのザ・スピリット側からですね、山田さん、要求が出たようですが、ジェリー・マードックレフリーは解任することとか、あるいはセコンドに、日本選手をつけるなとか、そういったような要求があったようですけれども、結局はジェリー・マードックがレフリングをしてますね。そうですね、まあ、しかしこの前の一戦がですね、ああいうふうにもつれたんですから、今日この一戦でですね、しっかりしたレフリングをして
この前の失点を取り返すべきだと思いますね。なるほど、攻勢に出ましたザ・スピリットです。本来ですと山田さん、7月の18日までが試合の契約だったわけですけれども、まあ、アメリカの試合をキャンセルしてこの日大まで残ったザ・スピリット、どうしてもこの、US ヘビー級のチャンピオンベルトが欲しいようですね。そりゃそうでしょうね、まあ、と同時にそのとにかく覆面戦ということをですね、嫌が上にも意識した行動ですね。まあ、再戦についてはあのホノルルの PWF 本部、そしてセントルイスの NWA 本部、この両方からですね、はい、やるべきという命令が来ましたからね。なるほど、相変わらず私どもの取材網ではこのザ・スピリット、本当に謎の回復面、全く取材をさせてくれませんので、相変わらず正体がつかめません。過去には何十人もの覆面レスラーが参りましたけれども、これほど徹底して正体を隠した選手は非常に珍しいわけです。両方の腕を取っております、そのザ・スピリット。まあ、マスクマンの場合ですね、はい、あのどうしてもその正体というものがあのファンの関心の的になりやすいんですがね、私はね、あの必ずしも正体どうのこうのという必要ないと、もう要するに、表に出てくる実力、ファイトそのものを評価したらいいと思うんですね。そういうことですね、このザ・スピリットの場合なんかですね、あえてその正体を詮索することなく、これだけの実力を持ったマスクマン、これはもう十二分にこのマスクマン世界一決定戦にですね参加するものを持っているんですからね、はい、この前の戦いを見てももうデストロイヤーを上回るんじゃないかというような実力さえ見せてますからね。そうですね、まあ、覆面10番勝負の第7戦も大阪では一旦は勝ちました、勝ち取りました。今日はその決着戦を迎えているわけですけれども、まあ、これからザ・デストロイヤーにとっては第8戦、第9戦、最後の10戦と残っているわけですけれども、非常に苦しい戦いが続きますね。そうですね、まあ、どちらにしましてもね、その8、9、10と残っていてもこの1戦に負けてしまえば全ておしまいですからね、はい、そういうことですね。もう過去それこそあの血みどろの戦いを続けてですね、6回守りきってきたというものがもう一瞬にして水泡に帰してしまうわけですね。そうですね、まあ、それだけにデストロイヤーの受けている精神的な苦痛、これは大変でしょうね。すでに全日本プロレスの発表によりまして、第8戦の相手は次期シリーズサマーアクションシリーズ第2弾に来日することになっております、ザ・ブラックデビル、今度は本物がやってまいります。どうしてもこのザ・スピリットを徹底的に打ちのめしたいザ・デストロイヤー。大阪大会以後、まあ、連戦に連戦を重ねたわけですけれども、非常に気合の入った試合ぶりでした。ザ・デストロイヤーであります。山田さん、仕上がりはもう万全と言っていいでしょうね。そうですね、まあ、それにしてもちょっと今日のスタート、両方があまりにもオーソドックスな攻め合い、なんとなく不気味ですね、はい。まあ、本当にその嵐の前の静けさとでも言いましょうか。やはりね、あのベテラン、両方ともベテランだけにですね、こういったじっくりした攻め合いになってくると、もうあの甲をつけがたいですね。そうですね、覆面に手をかけましたザ・デストロイヤー。今のところ両者ともに非常に綺麗なクリーンなファイトをしております。ザ・スプリット、ザ・デストロイヤー、足に手をかけました。ちょっと辛い体型を強いられております、ザ・スプリットであります。両方の肩はついておりません。右の肩は完全にキャンバスについています。もうちょっとですがね、相当さあつくかどうか、さあつくかどうか、右の肩は完全にキャンバスにつきました。どうでしょう。さあジェリー・マードックが真剣なまなざしで判定をいたします。あと2センチぐらい、そのぐらいですね。力強い攻撃、ザ・デストロイヤー。ザ・スピリットの背中、筋肉のあたり色が変わってまいりました。もう真っ赤であります、充血しております。ザ・スピリット、この体勢でホールに持ち込むことができるでありましょうか。ザ・デストロイヤー、思い切って足を取って、今ホールに行った。関東1であります、関東1、手の取り合いになりました。回復力の早い
ザ・スピリット、かなり今上半身痛めつけられましたけれども、本当にこの回復力が早いですね。相当左腕を痛めつけられましたね。はい、エルボーの連続であります。左の腕を取りました。またしても左の腕を取りました。ザ・デストロイヤー構成、本当に山田さんのお話ではありませんが、スタートしてからあまり時間は過ぎておりませんけれども、なんとなくこの静かな戦いぶり気になりますね。そうですね、スピリットの場合ですね、どちらかというとですね、オーソドックスのファイトよりもやはりラフ、もうとにかく狂気続きをやらせたらですね、大変な力を持っているだけにですね、本当にいつどこで飛び出してくるかと、はい、このチェックをですね、レフリーがよほど用心しなきゃいけないですね。そうですね、ザ・スピリットの喉を締めました。ザ・デストロイヤーであります。山田さん、先ほどから私ちょっと気になっているんですが、ザ・スピリットの右の肘当てですね、サポーターあの辺りにあるいは武器が入ってるかもしれませんね。そうですね、ただ試合前のチェックではあのサポーターを手渡して、はい、ジェリー・マードックがはっきり確認してますね。そうですね、おっとザ・デストロイヤーの覆面に手をかけました。ザ・スピリットであります。そろそろラフプレーを出してくるかもしれません。正面からパンチ一閃であります。思い切ってモーション鋭くパンチを打ち込みます。ザ・スピリット防ぐことができません。ザ・デストロイヤー防ぐことができません。ザ・デストロイヤーディフェンスできないもんですかね。ちょっとパンチがですね、完全に当たってますんで反撃の要素はちょっとないですね。これはまともに正面に食らった、ね、今つま先が入りました ね、 そうですね。今度はトーキックで顔面を狙い撃ちであります。抱き起こしました。もう一発パンチ、大きな拳です。ザ・スピリットストレートが打ち当たります。デストロイヤー動きが止まりました。覆面を持って起こします。前はガラ空きです。今度は額のあたりに行きました。かきむしります。ザ・スピリット、そろそろラフプレーを出してまいりました。今のところ恐怖の狂気続き、噛みつきはまだ見せておりません。顔面を引き裂きに行きますが、あ、山田さん、デストロイヤーの覆面に血が滲んでます。血が滲み始めました。もうこれでね、だいたい15発当たってますね。右の目の上です。額の右半分覆面に血が滲んでいます。だんだんその滲み方が大きく広がっていきます。大きく広がっていきます。ジェリー・マードック、ザ・デストロイヤーの覆面を見ました。あっと、正面からの頭突き見せました。正面からの頭突き見せました。カットは3、最後は耐え固めでしたけれども、ちょっと覆面を気にしたジェリー・マードックの死角をついて、ザ・スピリットは武器を忍ばせました。1本目、ザ・スピリットが先勝であります。やはりとどめは頭突きでしたね。うまいね、タイミングでもって狂気を仕込みましたね。はい、レフリーは全く気がついておりません。ジャンボ鶴田が抗議しています。ジェリー・マードックに抗議しています。今完全に死角をついて狂気を覆面の中に入れたというような抗議をしております。ジャンボ鶴田、ジェリー・マードックは全く気がついておりません。1本目はザ・スピリット、狂気頭突きによりまして1本先取であります。あっと、またしても入れる、またしても入れる、あった、大きく広がった覆面の血であります。そこに見舞いました。ザ・スピリット、ザ・スピリット、ジェリー・マードックはもう一回入念なボディチェック、タイツをも入念に調べました。ジェリー・マードックの背を利用して、背中を利用して、今またしても右手をトランクスに突っ込みました。ザ・スピリットです。さあ2本目の勝負開始であります。2本目の勝負開始であります。今のところ1本目ザ・デストロイヤー取られました。パンチ一閃、出血した部分に思い切ってパンチを狙います。今度は噛みつきだ、
そろそろ出してまいりましたね、山田さん。そうですね、これがいわゆるスピリット流のですね、はい、本格的なラフファイトですね。そうですね、もうデストロイヤーの覆面の額のあたりはもう真っ赤な血であります。今度は背後からパンチを振り落としました。完全にグロッキー、反撃することができません。ザ・デストロイヤー反撃することができません。またしてもパンチ攻撃、何発打たれましたか。激しいパンチのダッシュであります。ヘッドロックの体勢から、あるいは拳の中に凶器が入っているかもしれません。ジェリーマード気がつかない。もう顔面真っ赤になりました。覆面は真っ赤、白覆面から赤い覆面になりました。ザ・デストロイヤーカウント待つ。危ない危ない。 US ヘビー級のタイトルマッチ、 US ヘビー級のタイトルマッチ一本取られております。ザ・デストロイヤー、ザ・デストロイヤーです。放送席の前を通りましたけれども、もうすごい位置ですね、山田さん。そうですね、右の目ですね。右の目ですね。目のちょうど上あたりでしょうか。はい、かなり開いてますね。目の中に入っているようで、今片目をつぶって放送席の前を通り過ぎましたが、さあどうでしょう。さあどうでしょう。鉄柱に、いや、締め具のあたりに額を打ち付けました。そうですね、ちょっと打ちどころが悪かったようです。ギザギザになったところですね。心配する全日本プロレスの若手、園田淵選手あたりがデストロイヤーの方に駆け寄っております。ジェリーマーダックはリング上でボディチェック、まだ気がつきません。一体どこに隠されているか、狂気です。狂気にまだ気がつきません。ジェリーマーダック、デストロイヤー出てまいりました。今度は正面から、あ、デストロイヤーの覆面もうちょっと膨らんでいます。山田さん、目には目をといったところでしょうか。そうですね、狂気を持ち込みましたね。狂気をどっかで入れたんですね。そうですね、どっかで入れました。狂気を今度は手にして口の中に入れました。ザ・デストロイヤーです。ジェリーマードック、これは忙しくなりました。両者の狂気を探しております。ずっとジャンボ・トゥータがデストロイヤーにつきまとっております。セコンドジャンボ・トゥータ正面から狂気頭突き、正面からの頭突き攻撃。デストロイヤーの額のあたりの覆面も膨らんでいます。狂気が入っています。さあカバーに入る、1対1のタイスコアになりました。 US ヘビー級のタイトルマッチ、1対1のタイスコアです。からね、とうとうやりましたね。目には目をの反撃ですね、はい、まあ確認はできませんけど、明らかに膨らんでましたね。白いものが見えました ね、 ね、今まで狂気を忍ばせたことがありません。ザ・デストロイヤー、本当にもう初めてのことでしょうね。そうですね、相手が狂気できました。自らも狂気を持ち込みまして、結局は1対1のタイスコアに試合の方はもつれ込んでおります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日大高堂より全国31局を結んでお送りしております。流血で迎えました US ヘビー級のタイトルマッチ、いよいよ3本目であります。ゴングが鳴りました。さあ3本目の勝負です。ヘッドロックに入ります。ザ・デストロイヤー、エルボーを見舞います。首投げ1本返しまして、元気回復ザ・デストロイヤー。サードロープにザ・スピリットの喉をかけました。
合は荒れてきましたね、山田さん。そうですね、やはりね、レストレア自身もですね、目には目をということになればですね、これはね、やはりね、荒れざるを得ないですね。まあそうですね、なんとしてもタイトルは守らなきゃなりませんからね。あのままザ・スピリットの狂気頭突きの連続攻撃を受けますとタイトルを失うことになります。2本目、相手がね、綺麗に出てくればこういうことにはならなかったんでしょうね、はい、仕方なく2本目、その狂気をも掴み出しましたザ・デストロイヤー。今のところ1対1のタイスコア、共に1本目2本目とも狂気頭突きで取っております。あ、またしてもデストロイヤーの覆面の額のあたりが膨らんでいます。完全に凶器が入っているものと思われます。何が入っているかは分かりません。一発頭突きを打っておいて首投げに行きました。そしてニードロップ見舞いました。そのままタイガタに入る、カントは2です。抱き起こすザ・デストロイヤー、抱き起こすザ・デストロイヤー。覆面に手をかけました。思い切って投げてますか。そのままボディースラムに入ります。ニードロップ、熱い胸相手に打ちました。そしてセカンドロープからそのまま大きく急降下、これは決まるか。あった、一瞬の思いで跳ねのけるザ・スプリット。ザ・スプリットまだ余裕を残しています。気合を込めての頭突き、気合を込めての頭突き、ヘッドパットを見舞います。ザ・デストロイヤー動きの止まりました。ザ・スプリットに集中攻撃、あっとザ・スプリットの右手トランクスに入りました。あー、狂気を掴んだ、狂気を掴んだ。山田さん、今白いものがパーッと飛びましたけれども、そうですね、あーっとザ・デストロイヤーの狂気が、武器が場外に飛び出しました。デストロイヤー武器を持っておりません。持っているのはザ・スプリットだけ。さあさあ3本目の勝負です。デストロイヤー不利ですね、山田さん。そうですね、まあ、このスピリットのペースに巻き込まれない方がいいですね。正面に立たせます。ディフェンスがありません。あーっと行きました、頭突き、そのままカバーに入る。あーっと US ヘビー級のタイトルが勝っている。負けられない、ザ・デストロイヤー負けられない。もう一度体を起こします、ザ・スピリット。今度はパブローです。ボディにパンチを返すザ・デストロイヤー。今度はトーキック、完全に動きの止まりました。ダウンであります、ザ・デストロイヤーダウン。腕をひねっておいてトーキックで一発返す。3本目、一進一退の攻防になりました。一進一退の攻防になりました。またしても流血であります、ザ・デストロイヤー。汗とともにポタポタと赤い血が滴り落ちますキャンバス上。もう山田さん、スピリットとしてはもう頭突き一辺倒というところですね。勝負に出てますね。今度は噛みつきだ、噛みつきです、噛みつきいきます、いきます、強引に噛みつきに行きました。そして切ったところ、そこにエルボーを落としました。残酷な攻撃であります、ザ・スピリット。桁外れの迫力あるチャレンジャーであります、ザ・スピリット。動きの止まったザ・デストロイヤーです。なんとかしなくてはいけませんね。そうですね、ロープに飛ばす、リバウンドを利用してエルボーのカウンター、そのままカバーに入る、危ない、デストロイヤー危ない。気合を入れます、セコンドのジャンボ鶴田、サムソン楠和田も気合を入れています。完全に動きの止まりましたザ・デストロイヤーです。背中にはジャンボ鶴田、いけいけというようなアドバイス。スピリット有利ですね、山田さん。そうですね、ここでね、ちょっとね、レストレアとしては作戦を変えなきゃダメですね。まずあのスピリットのペースを乱すことですね、はい、このまま行きますとズル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 やられてしまいますよ。そうですね、しかしまだ得意の足4の字固めフィギュアフォーレッグロープに行けるような姿勢ではありません、体勢ではありません。完全に動きは止まりました。しかも山田さん、はっきりと分かりましたけれども、顔面が不気味に腫れ上がってますね。かなり腫れてきましたね、顔面が腫れ上がりました。ザ・デストロイヤー、それほどの大きなダメージ、今タイミングを外した、膝を打っておりますので、得意の足4の字に入る体勢ができました。いった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 、足4の字にいったいったいった、入った入った、フィギュアフォーレッグロック、ああロープに近かった、残念無念、ロープに近かったデストロイヤー、リングの中央でかけたかった、ロープに逃れております、ロープに逃れております。スピリット、
中央でかけなかったですね、山田さん。そうですね。しかしまだ膝を打っております、ザ・スプリット。まだ足4の字のチャンスはあります。カウントを取り始めました、ジェリー・マードック。あんまりやりすぎますと反則を取られますからね。そうですね、もう完全にロープですからね。やっぱロープのブレイクは守らないといけないね、はい、両方の手セカンドロープにかかっています、ザ・スプリット。さあまだチャンスが続きます。しかし今ね、あのブレイクがかかってからでも相当締め上げましたからね、はい、その意味では非常にあのダメージは大きいと思います。まだ効いてますね、はい、今度は力でリングの中央に引きずり戻して足4の字を仕留めたいところであります、ザ・デストロイヤー。まだ効いています、ザ・スプリットの両方の足、足は麻痺状態であります。しかも膝をも打っております、ザ・スプリット。チャンスが訪れました、デストロイヤーにチャンスが訪れました。ゆっくりとトランクスの中に手を入れます。あとまだロープに近いところです。もう一回仕掛けました。足4の字には入っているんですが、いかんせんロープに近いところです。反則のカウントを取ります、ジュリー・マードック。やはり右の目のあたりが血が流れ込んでおりまして、見えないだけにどういうポジションで仕掛けていいのかちょっと面食らってますね。とにかく顔面が相当腫れてますね、はい、不気味なほど腫れ上がりました、デストロイヤーの顔面です。一瞬の隙をついてサイドからヘッドバットを見舞いました。またダラダラと血が流れ落ちております、キャンバス上。顔面はもう膨れ上がりました。すごい形相であります、デストロイヤー。すごい形相です。顔の形が変形してきました、デストロイヤー。危ない、胸傷つき、胸を忍ばせております、ザ・スプリット。根性がありますね、山田さん、スプリットも、なかなかね、本当に土壇場に来てから知るとあれだけですね、4の字がためを食いながらまだやりますね。そうですね、気がついたところはありません、ザ・スプリット。ジャンボ鶴田、エプロンからの応援であります。エプロンからジャンボ鶴田が応援。さあ後ろに回った、足を取った、首が止めに行く、決まるか、決まるか、決まったか、決まった、これは決まりました。2対1、とうとうタイトルを守りました、ザ・デストロイヤー、タイトルを守りました。エプロンによりますジャンボ鶴田の援護がありました。さあこれには怒りました、ザ・スプリット。これには怒りました、ザ・スピリットであります。さあ場外に出ました、勝負はついています。デストロイヤータイトルを守りました。顔面にパンチを浴びせるジャンボ鶴田も攻撃に行く。ジャンボ鶴田の額に狂気の入った頭突きを見舞っております。怒りに狂います、怒りに狂います、ザ・スピリット。勝負はついています、両方の手が挙げられました。ザ・デストロイヤータイトルを死守いたしました。場外ではジャンボ鶴田が鉄柱に額を打ち付けられました。スピリットはね、完全にあの鶴田君にですね幻惑されて油断をしてましたね。そうですね、その一瞬の隙をつきましたね、デストロイヤー、はい、さあタイトルを死守いたしましたザ・デストロイヤーに再び US ヘビー級のチャンピオンベルトがウィットネスから渡されます。よく守り抜きましたザ・デストロイヤー。ウィットネスから再び黄金のチャンピオンベルトをもらいました。高々と掲げております。恨めしそうな表情で見上げるザ・スピリット。勝利者トロフィーも贈られます。ザ・デストロイヤーです。東京スポーツの高橋事業局長から勝利のトロフィーが贈られようとしましたが、ザ・スピリットそれを阻みました。ジェリー・マードックもこれは怒りの表情を奪い取りました。再びウィットネスから勝利のトロフィー、勝利のトロフィーが贈られました。あ、リングサイドにおりますカメラマンに後ろに下がれというようなジェスチャーを見せてますね。そうですね、また何か仕掛けそうです、ザ・スプリット。勝負は終わりました、 US ヘビー級のタイトルマッチ、ザ・デストロイヤーが2対1でザ・スプリットを打ち破りました。まだ判定に不服のようです、ザ・スプリット。これはまあ山田さん、今回は完全な勝負ですよね。そうですね、油断をつかれてですね、完全にやられてますね。そうですね、まだ不満の表情です、ザ・スプリット。おっとエプロンを伝わりまして
また放送席の方にやってまいりました。ザ・スピリットであります。 I am not finished. I am not finished by no means with a destroyer. If you call that Japanese justice, well, I'm a nigger astronaut. You call that justice? Two men on the outside of the ring?I will be back. そうですね、あの2人のね、I will return to Japan. The spirit will return. もう一回やっていきたいと言ってますね。こういうね、この不正なね、判定をやられたんで叶わないと。だからまだ納得がいかないんですね。日本に戻ってくると。もう一回来ると言ってますね。そうですね。まあこのザ・デストロイヤーとザ・スピリットの対戦は本当に因縁のカードで、もう一回やってくるというんですから、再び対決する可能性が出てきたわけですね。そうですね、まあそれにね、今あの結果的にはジャンボ鶴田の邪魔によって負けましたね。だからこのジャンボ鶴田とのね、その決戦ムードといいましょうか、なんかそんなものも出来上がってしまいましたね。そうですね、その今相当エキサイトしてますからね。助っ人に来たジャンボ鶴田の恨みも買ってますからね。あるいは今度やってくるときにはジャンボ鶴田をも相手にするかもしれません。結局はザ・デストロイヤーもつれにもつれましたが、タイトルを死守いたしました。2対1でザ・デストロイヤーが US ヘビー級のタイトルを守りました。